ハーフハーフです。マオになったことがないのでわかんない、本当にわかんないんですけど。さあ、映画さながらケージに乗ってこのステージへと送り込まれたのは新たなるランナー浅田舞さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はめていきたいと思います。よっしゃ、どうですか。ここで完成、完成しました。さあ、パズルは完成しましたが、早く、これで終わりではありません。謎を解いた後にここから脱出しなければいけません。先ほどなくなってしまったこの道が今元に戻りました。そして壁がどんどん、扉がどんどん。さあ、頑張って急いでください。イエーイ、見事ランナー浅田舞さん、今メイズランナーチャレンジ成功です。お姉ちゃまには相談ありましたか。あ、全く何もなくって、するんですかね。いや、するとするでしょ、多分すると思いますよ。それは本人が言ったことなんですか。コーチのところにももう一回コーチをっていう話が来てるみたいなので。あ、そうなんですか、うん、じゃあ舞さんは どっちに行ってもらいたい、お姉さんとして。ハーフハーフです。それも用意してきましたね。それも用意してきましたね。ハーフハーフ、現役復帰を望んでるっていう声のが大きいと思いますよ、うん、ありがたいですね、嬉しいですね、誇りに思いますね、うん、そしてやっぱりそうやって皆さんがまだ見たいって言ってもらえるってことはもうすごい誇りに思いますね。あとはもう自分であと決めてもらいたいなって思う。その魔王になったことがないのでわかんない、本当にわかんないんですけど、でもまあどっちの道に行っても幸せになれることは間違いないと思うので、うん、お互いそれぞれの道で頑張れたらいいなと。1年間は映画も見に行きましたし、ショッピングも行ったりご飯食べに行ったり、やっぱり割と時間は休養してたので取れたので、姉妹の時間っていうのはかなりゆっくり取れてすごい幸せでした。昨年末にフィギュアスケート教室を子どもたちにやりまして、すごく楽しかったので、そういう機会も増えたらいいなと思っているところです。あ、そうなんですか。喜んだでしょうじゃ、お子さんたちもね。そうなんです。 お子さんもそうなんですけど、親御さんがもっと喜んでました。はい、嬉しかったですけどね。お母さんだけじゃなくて、はい、お父さんたちも。そうなんですよ。ねえ、はい、あ、そうですか。じゃあそういう教えるとか、うん、そういう立場にももしかしたらこれから、うんうん、チャレンジしたいなと思ってます。